ご視聴中の皆様こんにちは、こんばんは、小春です。この番組もっと萌え声は私が投資した枚数分プラスにすることができれば私と視聴者さんにプレゼントということで、今日お邪魔している店舗さんがエスパス上野新館さんでございます。本日終年ということで、あの抽選参加人数がめちゃくちゃ多い中、あのミスタージャグラーをね今日初打ちやっとできる機会ができたので、今日はミスタージャグラーから実践していこうと思います。で今日選んだ商品、ジャグラーマルチ USB ケーブルですね。あのバチスロを打ちながら充電される方多いと思うんですけど、あのそういう方向けにあの充電器をプレゼントにご用意させていただいております。今日なんですけどね、ちょっと最近収録あんまり調子がよろしくないので、ちょっとあれ違う、ジャグラー前回私勝ったわ。勝ってました。あの練習を目指して頑張っていきたいと思いますので、ぜひこの動画への高評価とニコ7チャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。キツネ。はい、ということで今日はミスタージャグラーから実践していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いきます。やっと朝からミスタージャグラーが打てる機会がやってまいりました。打ちたかったんですよ、ミスタージャグラーで。ミスタージャグラー私は中押しが面白いので、中押しで消化しようと思います。これがブドウ、中リールが下まで滑ってくるとブドウですね。これリプレイ右リールテンパった時にこれ外れるとボーナス。お、中段赤7はチェリーオアボーナス、チェリーで。このミスタージャグラーね、あの先ペカがないんで、あのねリールにね集中できる。本当にハッピーは先ペカあったんだけど、ミスターはないから、本当にもうここだけ集中するべきところ。チェリーにゃ、それが好き。あとねハッピーは中リール赤7が2つあって、バーの後ろの赤7を止めないといけなかったんだけど、今回のこのミスタージャグラー、中リール赤71個しかないから目押しがね簡単。ハッピーはねちょっとねずーっとやってると疲れるんだよね。目が疲れちゃうから、途中からちょっと順押しで休憩しようみたいなのがあったんだけど、ミスタージャグラーはずーっと中押しで楽しめます。ちなみに1000円で59回転回りました。超優秀。プレミアもいろいろあるんですけど、私は全消灯しか今のところ体験したことなくて、全消灯したときはそうこの形でリプレイテンパってリプレイ外れで全消灯したの、もう覚えてる。嬉しすぎて。でしかも自信ないんだけど、全消灯したときリール離した第3停止を離した後じゃなくて押した瞬間にしたっぽくて、なんかそれがねすごいかっこよかったんだよね。一瞬ビビる。これねピエロがブドウの代役なんで。赤7がこの上段に止まった時のベルオアボーナスの出目と、あとは赤7が滑ってくるパターンかな、ピエロオアボーナスの出目があるんだけど、それがねめっちゃ熱い。え、これなんかこぼした、おかしくない、そんなことない。中リール変なとこ押しちゃったってことですかね。多分こういうタイプのなんかジャグラーってピエロの重複あって、
変則推ししてみたいな、みんなのジャグラーっていうのが、あ、押すの早かった？違うよね。138ゲーム、投資が3本です。ミスタージャグラー初ペカ、揃えちゃって大丈夫。よーし、ビッグ。一旦ね、かっこいいな。この今ナナのテンパった時の音がすごい好き。ミスタージャグラーの超かっこいい。なんならこの停止音も好き。ドッドッドッ、かわいいな。名前がないんですよね。オープニングの時にさ、キツネってやったんだけど名前なんだっけと思いながら、内心焦りながらやったんだけど、名前がねまだ決まってないよって言われて、名前を今日はね考える。この子のコンタって言ったらもうそれはいっぱい来るからって。うわー言われて、なんかちょっとねマイノリティのある名前にしたいなと思って、カメラマンさんからネーミングキャンペーンの URL が来た。すごー、グランプリコンパクト家電セット選ばれたら、あ、ちょっと待って、これねベローアボーナス赤7で大丈夫。当たりました、32ゲーム。これなんだよ、ちょっとここで気づきたかった。いやもう面白い、めちゃくちゃ面白い。ディーン、レギュラー、ウォッチコイン変わらずです。ん？コンパクトカメラ、コンパクト電源、コンパクトライト、3点セットが、てか T シャツかわいい。変なとこしちゃった。記念すべき初代ジャグラーは1996年12月に導入だって。リール幅が60mm、現在は 90mm って、今の3分の2ってことか。だいぶちっちゃいな、このくらいか、だいぶ狭いね。確かにジャグラーって他のスロットに比べてリールの幅はめちゃくちゃ広いよね。これさ、ベルテンパってない、ベルいるよね、これ19ゲーム、そういうことだよね。変なとこ押せないはず。すごい滑った、はい、当たりました。19ゲーム、めちゃくちゃ早い、面白い、本当に面白い。やっぱ喋ってると当たるな。はい、くレギュラーです。今合成63分の1、全消灯はかっこいいし、本当に、いや本当にかっこいい。やっぱあれだな、ボタン停止でくんだな。今第二停止をした瞬間に消灯したんで、すごい当たりそうな感じでしょ。当たったこれが当たんないんだよって中押しすると言おうとしたら当たりました。15ゲーム、チェリーチョフでーん、ビッグ、最高。なんかやっぱり中押しが楽しい機種、ハッピーとかもそうだけど、なんか当たる以外の楽しさがめちゃくちゃあるから、本当打ってて飽きないね。当たんない時本当になんか闇なんだけど虚無。でもそれでも中リール中段に7が止まる瞬間が楽しかったりとか、やっぱそのメダルが増える以外に楽しみがあるっていうのは本当にね素晴らしい。これで100超えちゃいましたね。だいぶ寝起きのいいミスターだったから、ちょっとすごい楽しめた朝から。
ちなみにこの台なんですけど、うわーかっこいい。昨日のデータがめちゃくちゃ良くて、ビッグ189分の1、レギュラーでも350で合成123分の1だ。3000枚ぐらい出てる。朝はね一応ガックンはしてた。142ゲーム、チェリー否定です。10レギュラービッグ2のレギュラーさんだからね、毎日ね絶対お風呂に入ってますね、私浴槽に。シャワーだけね済ませるのもね、滑ったよね君、今滑りましたよね。ほら41ゲーム、はいビッグです。ビッグとレギュラーこれで1対1。いや今日から私ミスタージャグラーで生計を立てるわ。もう8月半ばだけど、今日から8月中はもうミスタージャグラーしか打たない。これで蔵立てる。ビッグレギュラー129分の1で今68分の1です、合成が。今日金花打とうかなって一瞬思ったんだけど、あいやミスタージャグラーにしてよかった、本当に。花々打ちたいんだけどね、ちょっとねチャンスを逃してばっかり最近。今日だったら結構ねこの上野新幹さん花系が結構強いから、全然今日絶好のチャンスだったんだけど、埋まってたかな。でもあっ足りました、多分。あっ超通した。89ゲーム、にゃっ。今これで持ちコインが600枚ぐらいかな。順調に増えてる。神奈川の来店に行った時に、終わって帰る時おトイレ行って手洗ってたら、隣のおばちゃんに、あんた今日勝ったのって言われて、いや負けましたよ、今日5万ぐらい負けちゃいましたねって言ったら、バカってバカって言われて、なんであんたそんな使っちゃったのみたいな、どうせスロットでしょって言われて、パチンコとスロット両方打ってまあ5万ですって、そんな使っちゃダメなんだよお盆なんだからって言われてそうだなと思って話聞いてて、で顔をじっと見て、あんた結婚してるのって言われて、いや結婚してないですって。顔がね綺麗だからね、結婚してねよって。金持ちと結婚すれば毎日5万円負けても大丈夫だからって言われちゃういけますかねとか言って、でもそんな男はサブぐらいいないかもねって言って、一人でなんか笑いながら帰ってったっていうことがあった。神奈川のホールで。そういえば今8月で、9月は、まあ、いつも通りなんですけど、10月、11月は分かんない、まだ決まってないんだけど、10月は収録が月5回になりまして、
収録が増えると、まあ、動画もねたくさん上がるということで、あの動画たくさん見ていただきたいんですけど、まあ、ちょっとねみんな何が見たいのかなっていう、結構ね打つ機種悩むんですよだいたいローテーションみたいのがあって、私の中で毎月、ま、ジャグラーとホクトは、ま、1回ずつは打ちたいなっていう、何でも見てくれたらそれでいいんですけど、やっぱね打つ機種によってやっぱね再生数の変動があるからなるべくねみんなが好きな機種を打ちたいんだけど、で私は結構ね好きな機種がねたくさんあるから好きな機種も打ちたいなっていう。お、はい、動物みたいな声出ちゃった今ね、こうスーって思い込めたから。181ゲームチェリー重複、はい、ビッグ、耐えてます、200超えてない、おわ終わりです。うわ一芸連チャンス、割とガチで、えいっ惜しい、まだ合成は83分の1だね。もう8回ボーナス引いてる、ビッグ5回とレギュラー3回、しかもちゃんとビッグに寄ってる。でもミスタージャグラーが正直今ジャグラーの中で私一番好きかもしれない。あのガールズが好きだったんだけどちょっとガールズはちょっと前回すごい痛い目見たんで、ちょっとガールズトラウマ今。マイジャグはねもうずっと上位、彼氏みたいな感じ、もうずっといる、寄り添いたい感じのねジャグラーがマイジャグなんだけど、今ハマってるのはミスター。おっ、おはっ、ここ止まると OK なんかな、さっきもねここ止まったんだよね。52ゲームチェリー重複、チェイビッグだ、めっちゃビッグ寄ってる。ちょっと係数機にコイン入れちゃっていいですか。すごい709回転でもうボーナス9回引いてる。隣の人がペカ放置してるからガン見しちゃおうピエロも1回も引いてないので、多分コポしてなければ。お、かわいいなあ、当たった、当たりました、33ゲーム、はい、あ2回目のショート、気持ちいい、ここにバートマンの、はい、あ、ゾロ目だ、あ知らない曲知らない曲来ました、テレレレレレレー、
まあ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 、ジョーダンベルガみたい、それかピエロを揃えたい。ピエロ本当に一回も来ない。ゾンビラウンドサガ打ちたいな一回も打ったことないんだけど、ちょっとねすごい興味ある。今打ちたいのはね、そうだね、ゾンビランドサガ、鬼太郎がね面白いらしいやとお父さんが言ってたこの前その実家帰った時にスロットの話をして、鬼太郎は面白いって言って、意外となんかそういう新しい台打つんだなと思ったでそんなあの直近でスロット行ったんだと思ってびっくりしちゃった。あの時々ブラックの話をね結構してたね。あと時々ブラック打ちなよって言われたあーつってブラックねーって。おっ、はい、うわーっとっと88ゲームまたゾロ目だ。ビッグでありますように。デン、レギュラー、あ、ビッグだ。さっきと同じ曲だ。曲名がわからない曲名がわかんないけどさっきと同じ曲。ビッグが8回でレギュラーが3回、今はちゃめちゃやってますビッグ確率今104分の1だって。すごい、めちゃくちゃビッグに寄ってる。こんなんないよ。え、ビッグがすごい出る台なんて。あ、もうそういう台、そういう作りの台。もう昨日だってすごいですもん、過去データ昨日もだってレギュラー350分の1だけどビッグ189で着地してるもんな。ビッグしか、ビッグがすごい出る台かもしれない。確かにそう言われると、あのエツパス上野新幹さんの2041番台のミスタージャグラー、みんなおすすめですおすすめ、ビッグ出やすいです。え、なに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 、これどういうこと？当たんないんだ。これ赤7押すのが遅かったってことか。シンプルに私この子の名前あの思いついた。コンプリート、どう社交心煽りすぎかな。コンプリート、おっ、あーでも可愛い名前が多いんだよね結構。ツノッチとかさ、トラッピとかさ、可愛くないんだよコンプリート。でもコンって名前を入れた方が可愛いと思うんだよね。コン、コン、コングラチュレーションどう？結構いい、長いからコングラ、コングラくん、どう？コングラくん可愛くない？コンプリートもちょっと長いからコンプリ、コンプリとコングラどう？結構いいと思う、ハマる気がする。長年の私のジャグラーの勘がそう言ってる。これハマるわ。お、はい、
181ゲーム耐えた。チェリー重複。はい、わあ、ビッグしか来ない。やっぱりこの台、ベルオアボーナス。はい、あー滑った。4ゲームめっちゃ早い。はい、うわとうとう来た。レギュラーです。今合成80分の1、台の設定うんぬんよりも引きがとんでもない。すごい、181ゲームに当たってるし、また181ゲームに当たってる。多分181がこの台の天井かもしれない。次また181ゲームで当たったらちょっとお祓いに行かないといけないレベルだね、これ。当たってほしい。なあなあ、やばい、天井超えてる。ちょっとちょっと話違うじゃんすごいとこに足突っ込んじゃったかもしれない。とうとう、言うてまだ合成98分の1なんだけどね。ビッグ9回のレギュラー4回。おっ、これボーナス図柄に、ね、あ、でも当たった。はい、ビッグ。やっぱジャグラー何が一番難しいって、ピークでやめるのが一番難しいんだよね、本当に。でも前回打ったマイジャグ、私がやめて閉店後にデータ見たけど沈んでたね、あの台は。だから欲張らないのも大事なんだなと思って、本当スロット難しいなと思った。今日もなんとかマイナスにはならなそうでよかった。ちょっとでも落ち着いてきた感あるね。ちょっともう少年のような立ち上がりの良さを見せてたけど、やっとちょっとミスターらしい落ち着きのある感じになってきた。あっ、待って待って、私でもこれさ、ベル右レール適当し OK だから、あ、ベルテンパってたでもこれさ、赤7じゃ狙うね。ベル揃いそうだな、これ。あ、滑った。え、こぼしたこぼしちゃったよ。私これ勘違いしてた、赤7左リール2個あるんだ、ショック。くくかった、当たんなくなってきた、苦しい。200超えちゃったよまた。まあ、300、279か、前回当たってんのが。じゃ300まで打ってダメだったらやめよう。ラストチャンス。あー、人生うまくいかない。はい、ということで実戦の方終了いたしました。今日はミスタージャグラーを1台打ちまして、投資の方が3本ということで138枚で、最終的な回収が1197枚で、本日3枚プラス1059枚で終了いたしました。2週連続ジャグラーで目標達成ということで、先ほど言ったジャグラーのマルチ USB ケーブルなんですけど、動画の概要欄からご応募いただけますのでぜひご応募ください。今日初めて朝からミスタージャグラーを打ったんですけど、ちょっと
どうでしたかね。私的にはボーナスもボコボコ引けたし、楽しい瞬間もちょっとお伝えできたかなと思うんですけど、まだねピエロとかもちょっと今日押すのが遅かったのかちょっと引きでなかったので、ちょっとまだまだまだミスタージャグラーの楽しさを深掘りしたいなと思ってるので、ぜひこの動画の高評価とチャンネル登録をして、またミスタージャグラー打ちたいと思ってるので、ミスタージャグラーの動画をお待ちいただければと思います。じゃあ次回3連覇目指して次回も頑張っていきますので、ぜひまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。名前はコングラでご応募いたしますので、ぜひ皆さんパクらないようにお願いします。受賞ガチで狙ってるんでありがとうございました